綾瀬はるかさんです。おめでとうございます。それではまずトロフィーをお持ちのところをプレスの皆様にシャッターチャンスとして正面をお向きください。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。本当にいつここにいらっしゃるかなと思ってましたけどでも今まで割と人が想像する綾瀬さんっていろんな役やってらっしゃるんですよね。今回いろいろ見たんですけど。はい、そうですね。多いですよね。もう立ち回りのすごいのも拝見しましたし。はい、そうですね。結構強い女性が最近多いなと思ってますけどね。今回でもこういうドラマ自体ちょっと珍しいっていうか、まあ、よくあるけど今回はちょっとよくある形じゃない入れ替わりですからね。はい、そうです。男性であることもそうですし、そうです、そのサイコパスな殺人鬼と入れ替わるっていうところで、こう追われる側にもなるしっていう難しい役ところでした。いや難しかったと思います。だけど素晴らしかったのはこう変わったところっていうのはね、まあ、大体いいなってぐらいだったんですけど、あれから元へ戻るじゃないですか。はい、あそこが素晴らしかったですよ。ありがとうございます。あれだってすごい複雑じゃないですか、戻った時。そうですね、ねえ、はい、そこを見事に演じられてたのに私はすごく、はい、まあ、感動しました。ありがとうございます。まあ、監督スタッフさんとあとやっぱり高橋さんといろいろお話しさせていただいて、リハーサルとかさせてもらって、一緒に作っていきました。いや今までで一番、はい、あんな顔なさってなかったと思いますけど素晴らしかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。東京ドラマアボード2021主演女優賞は TBS テレビ天国と地獄最古な2人の綾瀬はるかさんでした。おめでとうございました。どうもおめでとうございます。いや本当に迫力あったんですよ。うん、すー、